カーイトベイの要塞カーイトベイの要塞、もしくはカイトベイ要塞はエジプトのアレクサンドリアの市街地から外洋に突き出した半島先端部に存在した要塞。現在は軍事博物館として一般に開放されており、周囲も含めてよく整備され、一般市民の憩いの場、観光スポットになっている。アシュラフカーイトバーイ岩雷、カイトベイの要塞が建てられた地には、 紀元前334年頃に築かれたアレキサンドリア大灯台が建っていた。しかし、796年の地震で大東大は半壊し、その後の1303年と1323年の地震で完全に崩壊した。14世紀の旅行家、イブン・バトゥータは崩壊のために中に入ることもできないと記している。15世紀後半、マムルーク町のスルタン、 アシュラフ・カーイトバーイが建設。結果的にカーイトバーイの名前がそのまま施設の名となった。もともと世界七不思議の一つであったアレクサンドリア灯台が存在した場所に位置し、建設にあたってはすでに崩壊していた灯台の資材等を流用したとされている。灯台があった場所だけに港はもちろんの事概要への見晴らしも聞く場所となっている。現在は 軍事博物館として一般に開放されており、周囲も含めてよく整備され、一般市民の憩いの場、観光スポットになっている。ありがとうございます。